48チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本春奈です。こんばんは。すごいずっと待機なんですけど待機中なんですけど、いろいろしててサインをとりあえずなんと今日も30枚今もう終わってます。終わりました。もう3、どうやって見せたら30枚、あ、見せ方わかんな。30枚書き終わりました。で、今サインだけだと20枚書き終わってて、あとはコメントを書くだけで、残りまだまだです。でも締め切りまでにはちゃんと終わるように計画してやってるので、えらい大丈夫。って感じなんですけど、当たりのサインなんかみんな当たりとか作ってますけど、私のは全部当たりです。全部にコメントが書いてあります。全部にシールが貼ってあります。全部当たり。なんかサインだけでいいですよっていうのを知らなくてそう、最初普通になんかいつものエイトの感じかなっていうのを思ってて、そう、まあでももともと別にサインだけでいいですって言われてても、私の中では多分サイン以外にもコメント書く気でいたから別にいいんですけどそう、全部シール貼ってある。なんか物によるけど、ほんとなんか私もこれまで二十何年間でいっぱい持ってたシールとか、こういうのとか、あとはこういうクマもあるそう、ほんとちっちゃいのは基本的に 2,3 個貼ってはあると思うんですけど、ちょっと貼ってなかったらごめんって感じなんだけど、そう、貼ってやってます。今で、その今日で今30終わったでしょ。で、プラス多分これも20今終わらせるから、絶対に今日で、残りむずいな、どんぐらいだろう7分の4終わりまして、7分の3です。このこんだけ終わったら残り7分の3でございます、はい、残り7分の3ってどんぐらいって全然イメージつかないと思うんですけど、残り7分の3ですだ、過半数はこれで超えますね、今日終わったら。嬉しい。そう、もうマッキー、クロッキー、このペンがね、一本インク出なくなりました。
今日いっぱい持ってきたの。 iPad も持ってるしパソコンも持ってるし、そういっぱい持ってきたのね。今日荷物重かった。お菓子もいっぱい。でももう眠すぎて2時間ぐらい寝てたんですよ。はい、待機の時間があって2時間ぐらい寝てたんですけど、そう、そしたら起きた。2時間ぐらい寝た。お家帰ってやったらいいのになって。9時からレッスンがあるので、そう帰れない。迷ったよ、そりゃね。めっちゃ待機時間長いから、そうめっちゃ迷ったんだけど、でも暑すぎて外が、あもう嫌だと思ってそう別に誰にも迷惑かけない場所で寝てるからいいでしょ。ちゃんとマネージャーさんにも許可取って、大丈夫ですよ、そこなら大丈夫ですよって言っていただいたので寝てた。あとズンちゃんとゆきりんさんがあの他の YouTuber さんの YouTube に出てるんですよ、ここ何日間か。そう、それを見ました。そう、その YouTube チャンネルさん2つ見てから寝たそう、ゆきりんさんのは見たいやすごいよね、なんかああやってなんか、え、私のファンの人も2ヶ月で推しに会えるってなったら2ヶ月で15キロ落とせますかどうなん思っちゃった。そう、すごすぎると思って。めっちゃすごいですよね。なんか今はそれこそお話し会とかがあるから、なんかもしかしたらそうどう、え、だから本当にすごいなと思って、その動画を見て。すごすぎない？2ヶ月で15キロ60ちょいになった。なんかまあ80ぐらいあった、80弱あった人が65、63とかになったみたいな。70？ 待って、わかんない計算できない63になったんですよ、プラス15。78キロの人がゆきりんさんに会いたいっていう気持ちで、推しに会いたいっていう気持ちで15キロ。皆さんならできますか？2ヶ月で本気で。ハルピオンのイナさん、ユアさん、テツヤさん、ハートありがとうございます。できる？
ちゃんともう1対1でちゃんと会えるんですよ。で別にもう何時間の制限とかもなくて、そう。でもそれを失敗したら なんか飛ばなきゃいけないんですよね罰ゲームがなんかスカイダイビング、バンジージャンプ、何でしたっけ。そう、多分ここに聞いてる方々は、ここで聞いてる方々は多分会ってくれるなんていうの、そのもともと会いに来たりとかしてくれてる人たちだからそう、あんま聞いても意味ないかも。そんな気がしたいや、ありがたいことですよ。もともとそうやって会いに来てくれてるってことはすごくありがたいことなのであれなんですけど、そう、この内容を聞いても多分みんなは心動かされなそうずんちゃんのも見た。すごいよね。なんか普通にまずパプラピーズさんという方々は私その知ってたんですよ、もともと。で、あのオーディションの時も普通に知ってて、わーと思ってて、そう、普通に知ってたからすごってなりました。関西的なノリとかが多分合うんだろうね。それが本当にすごいなと思って、誰かと YouTube に出てみたい。そうですね、まあ出たことあるんですけどねノブロック TV さんっていう、あの素晴らしい佐久間さんのYouTube に出たことがあるので、そう、マッチ飲みます。そう、全然出たことあるんですけど、そんな佐久間さんのやってらっしゃるオールナイトフジコに今日は AKB の選抜メンバーが出演するってことで、出たかったな、佐久間さんつながりなんかもともとあの番組何で見た？ TikTok かなんかで見たんですよ、一回。
そう、おえーと思って、こうなんかやってるんだみたいな、こういうのって思って、あ、佐久間さんだと思って、そう、なんか一回見たことがあって、そう、なんか結構いろんなアイドルさんとか、なんか女の子たちがすごい出てる番組だから、なんか私もなんかいつか出たいなーというか、こう前回のオールナイト藤子さんつながりでなんか出れたらなーって思ってたんですけど、選抜メンバーでした。選抜でした。橋本哲也さん、島勝さん、ハートありがとうございます。ハロウィンの福袋の生写真、ハルピョン、ハルピョンどんな服、え、めっちゃやばい、マジ可愛い、マジ漏れてる、マジ買ってほしい。え、本当に、え、絶対買わなかったら、あ、損したと思いますよ、絶対。え、もうこれはなんか売り文句とかじゃなくて、え、本当にちゃんと可愛い自分史上ハロウィンの中で一番漏れたなって思います。はい、結構後でツイッターであれするけど、ね、くるちゃんとあやみんが今回は代打で出るみたいな感じなんですけど、なんかこういうところでさ、あ、佐久間さんといえば、そういえばノブロック TV 出てたから、ハルピョンとチャケちゃん呼んであげようとかって思っていただけるぐらいの、なんかそのスタッフさん、マネージャーさんというか、選んでる方々にそうやって思ってもらえなかったのはちょっと悲しいけど、そう、そこまでなんかそのボーダーとかにいたらさ、あ、せっかくならまあじゃあこのボーダーにいるからみたいなって思われてたら嬉しかったなって思ったけど、それすらも叶わなかったので結構ショックです。私はだから今日はひたすらサイン書きますそう、なんかさ、前回のメンバーの中でそう、セナタンだけ卒業しちゃったから、こうせっかくね、2人っていうところだから、せっかくなら前回もノブロック TV さんでお世話になったから、佐久間さんにお世話になったから、ハルピョンとチャケちゃんってなれなかったのが悔しいですね。でも2人とも、あやみんもくるちゃんもめっちゃ可愛いので、見つかったらいいなと思います。いっぱい、うん、だってあの番組って多分なんか、はぁ、結構多分可愛い女の子が好きななんか人多分いっぱい見てると思うんですよ。そうだから、そんな中にそんな可愛いくるちゃんとあやみんが今回アンダーとして出るっていうのはもう結構胸熱。
うちょっとあと6枚7枚メッセージ書いて、このメッセージカードにハートを20回書いたら50枚今日書いたことになる。すごい。変えたくて、でも根本は変えなくて、うわーなんかいらない、あ、iPad 待って、この6枚終わったらその話しよう。いやマジで私のサイン長すぎそう時間かかりすぎなので、変えたくて、ずっと思ってたんですよ。でもどうにも変えられないなと思って、そうなんか春菜っていうのも入れたいし、このピータローも入れたいしと思ってて、どうにも変えられなくないって思ってたんですけど、大丈夫バレないね、やばい、ここに来て今まで1回も失敗してこなかったのに、ここに来て初めて2枚も失敗してる。でも大丈夫バレないいやずっと変えてないわけじゃなくて、最初はねこのピータローの部分が普通のただの顔、人の顔だったんですよ。そうでもそこからハルピョンっていうのなんかハルピョンウサギっていうのをすごい定着させようって思って、その普通のウサギの顔になったのね。でここ最近ピータローっていうキャラクターを生み出して、そのウサギのところをピータローにしてるっていうのが、そう私の中でのこのサインの遍歴って感じなんですけど、でも大元は多分一番最初から変わってなくて、そうしかもこのサインっていうか、このなんていうのサインこのサインっていうか、このサインはもう本当に小学生とかの時にさ、よくさ交換ノートみたいなやってたじゃないですか。まあ女子はわかると思うんですけどそう、その時に生み出された、私のだから本当にもう小学生とかの時から変わってないこのサイン使ってます。根本変わってないって感じ、進化し続けてる。でもどんどん書きづらくなってる書く時間伸びてる。さんすすきありがとう、まさるんさんハートありがとう。よし今日のノルマあと2枚。なんかここまでこのサインできたらもう変えずに行きたい、卒業するまで。根本はね
し AKB48 を卒業して、あ、間違えた、 AKB って書いちゃった、待ってやばい、何にしようかな。やばい、間違えた。当たりです、特大当たり。いやもうごまかせなかったからやめた、ごまかすのをやめました。で、今からハートを20回書きます。ちょっと待って、あ、そうだ、さっき1番1にやったの、20、 OK。 これで今日の分50枚終わり。今日はこんだけ書きました。ちょっとここら辺シールでぷっくりしちゃってるんですけど、ペンギンのシールが貼ってあります。あとこんぐらいある。でもあと7束、あとこんぐらい、あと7分の3頑張ります。あ、天井、事務所に置いてく。で、次に作業をします、はい、あ、間違えた、9月、これさ、あれ？わかんない、提出日が近づいているので、いつの日かが気づいていた、今日は来てるかな、来てないかな、認められても微笑むしかない、てて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 、ティ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 
ゃあアイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに初めて大切なさやばい。どうやって隠せばいい、もうすべて薄れたデート、あと少し浮きがあればステージ飛び降りて普通の子になりたい。私も複雑、あ、間違えた、やば、これってどうしたらいいんだろう、ピッピッ、間違えた、私も分からん、そこに関しては。間違えた、またやばい、間違えまくり、もういいや、間違えまくってるけどいいや。疲れてるってこと、ピッピッてすれば大丈夫。私静岡行ったのいつ26か。お昼はお弁当出てない、出てないよ、でも今日夜遅くまであるんですけど、あ、間違えた、間違えすぎでしょ、怒られそう、間違いすぎて怒られそう。あ、間違えた。ねえ、やばい。書き直した方がいいかな。ちょっと書き直すわ。ちょっと待ってて。それに間違いすぎた。ちょっと書き直すね。
お待たせ、ただいま。あ、いた、肘ぶつけた。違うの、レアだからいいとかじゃない、これは大事な書類だから間違えてたら1回ぐらいのミスは許されるんだけど、多分私はもう1、2、3、4箇所も間違えてたから、さすがにそれはちょっと受け取ってもらえない。でも5、日付もギリギリごまかしてるし、さすがにやり直し。サインではないんですよ。41分、9時からなんですけど、今日のリハは完成。でもまだある、まだやんなきゃ。いや頑張ったよ今日。今日だって私朝8時半とかからここにいますからね。え、で、やらかしたこと1個聞いてください。聞いてください。一つやらかしたことがあって、いや警報器は押してないんですけど、今日のレッスン3つ、今日レッスンがあってやばいですよね。もうなんかその3つしかないのに今日12時間ぐらいここに滞在してるんですけど、そう、まあそれは置いといて、それで1つ目のレッスンがまず朝早くからここであったんですね。で、2つ目のレッスンがそのままここであると思ってて、私はずっとここにいたので、待機時間は30分ぐらいあって、そう、なんか休憩30分ですみたいな、
多分 DM したと思うんですけど、ウィーバースで30分休憩ですみたいな感じで30分間そう、まあ、携帯触ってたりとかいろいろしてたのね。そう、そしたらその始まる時間になってもなんか始まなんか人も来ないし、そう書いてある名前の人も来ないし始まんないし、なんかえみたいな、時間間違えてんのかなみたいな。で選抜の人はいたんですよ。でも選抜とは一緒にレッスン、今日のレッスンは選抜と一緒にするレッスンじゃないかなと思って、そうえと思って、もう一回昨日のそのスタッフさんから送られてきたメール見たらレッスン上違ってて最悪。そう違ったんですよ。そうなの、やばいってなって、そうでマネージャーさんにとりあえず急いで電話して、今ここにいるんですけど多分10分ぐらい遅れますみたいな。そうあじゃあ先始めちゃってますねみたいな感じで、そう大丈夫だったんですけど、全然10分の遅れなんで全然そんなめっちゃやばいみたいな、そのめっちゃ進んでたってわけではなかったんですけど、ちょっとだいぶやらかしまして、今日それをちょっとやらかしたなって3時間ぐらいあったレッスンのうちの10分だったから、まだ遅れは取り戻せました。でも結構焦りましたね。そう、その連絡を見た時みたいな、待ってここじゃないじゃんって思って、そうで3つ目のために戻ってきてちょっと仮眠とかして今に至るって感じです。うめっちゃくしゃみ。永遠にくしゃみ出る。マジでこの原因は結局何なんって感じ。そう。オッケー。これはもう今日出していこう。なくしそうなんで。キスで止める。私のおすすめの静岡のお土産、しらすせんべい食べます。
まだ提出物は完了じゃない。こっからも大変。まだまだ大変。もう嫌にな、嫌とは言ってない。やんなかったら自分が後悔するだけ。待って、ちょっと待って。3つ目のレッスンの場所確認するわ。よし、大丈夫。このままここにいれば大丈夫。あと1時間。これをやんないといけないから気をつけます。前にさ歩いてたらさ、なんか壁がすごい、歩道がすごい狭くて、壁、その家の外壁がめっちゃ近い、外壁何塀みたいなのがめっちゃ近い家だったんですね、その歩道が。そしてそこの外壁でここを怪我したの、擦っちゃったのね、ガンって。こうやって普通に歩いてたらガンって吸っちゃって、いたぐらいだったんですよ。でそっから静岡じゃないや、どこだっけ、福井に行く前にその怪我をして、でこうやって普通に歩いてたらガンって吸っちゃって、痛くて、でもその時はいたぐらいだったんですけど、なんかこう何日か経ったら見て、結構ちゃんとかさぶたになってる。で多分さ、これ今さ配信でこう映ってるよりさ痛いんだよ。見てよ、ちょっともうちょっとちゃんと、本当に痛いの。あとかさぶたあるある、めっちゃ痒い。めっちゃ痒くない？かさぶたになったら。今それ私、そう、どこだっけ。いや違う、なんか違う気がする。違う、これじゃない。うわ、どこ、しょっぱなからもう分かんなくなっちゃった。調べ物、調べ物っていうか、あ、こっち、どっち、どこ、違う、円周率は調べてないです。いや覚えてない。いつも
そうだったそうだったと思うんですけどね、忘れちゃったな。ちょっと一瞬、一瞬マネージャーさんに確認します。お疲れ様です。9月の思い出せなかった。食べる。ちょっとパソコン触るから手で触れないように食べる。めっちゃうまい。めっちゃうまい。激うま。しらすって味する。うん、どうだろうな。味がするかって言われたらちょっとむずい。でもしらすっぽい。なんか私ファンな人に、なんかまた日がなんのイベントあるらしいからって言われたんですけど、いやどういうこと、なんであなたたちが知ってんのって思って。うん、まずメンバーにも共有してもらって、でそっからなんかね、公式で発表されてからっていう感じじゃないんですかみたいな気持ち。マジでファンの人から聞く気持ち、なんかね、微妙。なんか、なんていうんだ、いや、そのメンバーが言う分にはいいと思うんですけど、なんていうの、私もよく匂わせたりしますけど、そう、なんかめっちゃ気まずかった。それをマネージャーさんと、マネージャーさんが隣にいる時にそれを聞いてて、めっちゃ気まずい気持ちになりました。なんか、え、どういう体で喋ったらいいんだろう私みたいな。そう、どっちの気持ちで喋ったらいいんだろう。
何も知らない感じで喋ったらよかったのかな。いいな。いや、私思ったんですよ。今日合間がめっちゃあった。7時間ぐらいあったから、もうお風呂に行こうかなみたいな。大浴場みたいな。めっちゃ大きい湯船に浸かりたいと思って思ったんですけど、でもその後9時からレッスンあるしと思ってやめた。さすがにやめた。うん、めっちゃ考えたよ。ありやなみたいな気持ちにはなったんだけどね。さすがにやめてみた。さすがにやめてみた。ひーちゃんのその配信って何時からでしたっけ？8時半だっけ？じゃあ8時半までには配信終わります。はーい。映画、確かにね。でもね、映画、見たい映画あるんですよ一個。何でしたっけ？アーニャ、アーニャを1個見たくて、それが12月とかだったっけ。だから、まあ、ハルピョンの場合多分映画じゃなくなりそうだけど。そう、いつもそうなんですよね私。結局映画じゃなくて、結局映画が終わるまで、何、公開されて他の何かで始まるまで、そう、これじゃない。どっちなんだろう。そう、結局 Hulu さんとかで見るパターン。むずいな。顎がしゃくれてしまう。韓国また行く？え、私一回も韓国行ったことない。待って、なんか韓国行ったことある人にされてる。私行ったことないよ、ハルピョン。
行ったことないよ。普通に人生で一回も行ったことない。ちゃんの話？待って私の話じゃない、ごめん、なんか自意識過剰だった、喋るのやめよう。私の話じゃなかったっぽい、なんかごめん。韓国語喋れないし、カムサハムニダー。むせる。静岡のおせんべいです。食べたら全員むせる抹茶ソフト、知ってる。水溜りボンドさんのチャンネルで見た。ほんまかいって思ったけどね。でも最近抹茶が好きになりつつあるので食べてみたいなとは思いますね。そう、抹茶が好きなの最近。抹茶っていうか抹茶アイス、抹茶アイスが好き。そう、抹茶アイスブーム来てます、私の中で。
チュ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 。そう、でもこの間、昨日配信でも食べたんですけど、もうの抹茶味を食べたんですけど、ね、いろいろあったんだよね。それはね、美味しかったんだけどね。なんか私が求めてるアイスよりミルクが強めで、そう、ちょっと違った。でも美味しいは美味しかったですよ。美味しかったんだけど、私が求めてるアイスよりミルクちょっと強めみたいな感じだった。そう、次はスーパーカップとかソーのアイスを食べてみたい。抹茶逆にそのミルク感をめっちゃ感じたい人はもうおすすめ。ロポックさん、ハートありがとう。できる OL みたいだって。 OL になれるかな。卒業したら OL しようか。変そうですけどね。上司問題。はい、まあでも正直もう10年大人たちと一緒に何ていうのあれをしてるじゃないですか。こう仕事をさせていただいてるじゃないですか。そう、でもしかしたら その普通に一般 その OL さんみたいな感じで働いてる人たちよりできることは確かに、ね、少なかったりとかするかもしれないんですけれども、でもその一般の人たちができないことも多分できると思う、逆にね。そう、だからなんて言うんだろう、まあ、うん、そんな気がする。私はもちろんできないことだって多いよ、そりゃ。でもこう10年間大人の世界で揉まれてきたからこそのなんかなんて言うんだろう、考えじゃないけど、できることは絶対にある気がする。でも逆にこの世界にいるからこそ、そのなんていうの、本当に多分いろんなことを大人の人にやっていただいてる部分もあるからさ、うちらって。
だからできないことも絶対に多い。アイドルなんかじゃなかったら何やってますか？だってアイドルなんかじゃなければアイドルじゃなかったら、そうだね、何やってんだろうね、わかんない私も。まあでもアイドルじゃなかったら私は今生きてないと思います本当にアイドルであることに生かされてるから、アイドルじゃなかったら本当に、うん、アイドルありがとうっていう気持ちはすごいあります。9月、ありがとう。なおさん、ハートありがとうございます。そう。この世界いろいろ、あ、でもどうなんだろうね。だってこの世界にいなかったら、いやでもわかんないよ。そう。わかんない。でも本当にアイドルになってるおかげで、ね。すごい意味深なとこで止まっちゃった。があるっていうのは絶対にそうだと思うので、そう、好きだと伝えられるのに初めての切なさ、ほんとで、むずい。卒業アルバムの将来の夢は何て書いた？何でしたっけ？あれですよ。女優になりたいですって書きました、私は。はい。でも結構天職って言われるのは、あ、間違えた感じ、結構よく言われるんですけど、顔にまず汗をあんまりかかない
基本元気、めっちゃくしゃみ出してる人間が何言ってんだよって感じなんですけど、最近ちょっと多分免疫落ちてるんでちょっと良くないんですけど、基本元気。そう、最近ちょっと疲れでやばい。もうそんな大それた、本当にこの AKB に入って10年間で大きく怪我したり風邪ひいたりってことってマジコロナ1回しかなくて、そうですよね違ったらどうしよう。そう、裏表は基本なんか多分ないんですけど、なんかあれなんですよね、緊張しいなのですごいなんか猫をかぶっちゃうんですよ、めちゃめちゃ。そうだからそれが多分他の人から撮ったらこいつ裏表あるって多分思われちゃう。そう、でもそれって私が裏表出してるわけじゃ、裏表があるわけじゃなくて本当に緊張しいなのね。そうだからだよっていうのを伝えたいんですけど無理です、誰も聞いてくれないそうこの配信で言ったとこで、誰も聞いてくれないから意味ない。そうなんですよ、本当だ、あと8分でひーちゃんの配信始まっちゃう、終わんなきゃ。でも AKB の中で一番裏表ないのはマジユキリンさん、うん、マジでそう、一番ないそう絶対そう。ショールームが終了した直後ずっと今これです私、え多分こうピョムービー撮る、まずはいピョムービー開いていただいてありがとうございます。今日はほにゃ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 があってこうでこうでこうでした、明日はこうでこうで頑張ります、おやすみなさい、終わる、携帯撮る、その三脚から携帯撮る、携帯いじるお風呂入んなきゃ、よし終わり、そっからもうお風呂入ります、マジでそう。私の裏っていうか配信終わった後うん、なんかだからファンの人にの方が私多分自分の素みたいなやつが出てると思う、配信ショールームっていうかなんて言うんだろう、わかんないけど、うん、そう。
バーとの方がなんかやっぱり私の中では AKB っていうのがやっぱり自分の中でまだどうしても今自分が AKB っていう実感が正味あんまりなくていや10年やってて何言ってんだって感じなんですけど本当にそうなんですよ。そうだからなんかやっぱりどうしてもこうゆきりんさんと一緒に喋る時とかやっぱあのゆきりんさんだっていう気持ちになっちゃう。そうだからすごいかしこまっちゃう。そうそうなんですよねそうなんですよね。緊張しちゃう。ファンの人たちとの方がなんか仲良し友達みたいな感じで喋れる。なんかそれはでも前々から言ってるんですけど、ファンの皆さんは私のことを大好きでこう来てくださるっていうのが頭にあるからこそ、なんて言うんだろう、好きで時間使ってくれたりとか、好きでまあねお財布の紐を緩めてくれたりとかしてるっていうのがそうあるからこそ、なんか好きでいてくれてるっていうのが分かってるっていうのが第一前提にあるからいつもの素が出るんですけど、やっぱりそのメンバーとか、まあ、普通に友達とかと接する時ってやっぱいつどこでこの人に嫌われるか分かんないっていう意識がありながら過ごしてるからそうだからなんかいい人でいなきゃっていうのを思っちゃって、で全然喋らなかったりとかして逆になんか怖い先輩だと思われてたりとか、なんか何考えてるか分かんない後輩って思われてるから、多分なんか裏がありそうに思っちゃうんだよねそうだからそれをやめればいいっていうのはすごい分かってるの。もうこの何年でもすごい分かってるんですけど、もうこうやって生きてきたから無理なんですよねありがとうございます。はい、なのでこれからもこうやって、そうでみずみんはみずみんがすごい好きだよって好きだよとは言ってくれてないかもしれないけれどもそうえみゆも好きですとか言ってくれるからなんかいけるんですよね。そうだから、まあ、これからも頑張って生きていきたいと思いますということで、ちょっとあと2分でひーちゃんの配信が始まってしまうので終わります。ランキング読むよ。まだ全然作業は終わらない。いきます。1位まちゃるさん、2位くじのだいごさん、3位ばじゅんさん、4位大政さん、5位清松さん、6位ともゆきさん、7位エンドレッドアットぴょんずさん、8位マックミックさん、9位ネバーストップアットはるぴょんの握手会の効能効果を教えて、元気。10位てつやとハルピョン大好きさん、元気になるか、効能効果だから元気になる。11位コロポックルさん、12位マルさん、13位ときめきこばぴょんさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日も見てね。明日ちょっと、明日はそうなんだっけな、あれするかもみたいな言ってたよね私、そういえばカラオケ配信するかもみたいに言ってたんで、カラオケ配信するかもしれないです。それでは、はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで5577盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本るなでした。それではバイバーイ。ひーちゃんの配信ぜひ、いってらっしゃい。重大発表あるらしいんで、さよなら、バイバーイ。